ワチャンネル。こちらのチャンネルは毎日カレー動画をお届けしているそんなチャンネルとなっております。よですね、ゴビンダスさんに行ってまいりました。こちらのお店は都営新宿線船堀駅から歩いてすぐのところにありますカレー屋さんで、インドカレーのお店となっております。結構ね、メディアだったりだとかでも紹介されることもあるらしく、動作が有名なお店となっております。本日いただいてきたんでご覧ください。本日のカレー、ドン。ゴビンダスさんは土日祝日がランチビュッフェとなっており、伺った当日もランチビュッフェ、サラダやパパド、数種類のカレーがずらりと並び、もちろんおかわり自由。基本的にはライス中心で、カレー以外にも副菜やデザートがあります。そして本日いただいたのがこちら、カレーはバターマサラと豆のカレーの2種類、その他サンバルやホットサワースープ、副菜や野菜ヌードルなどもつけて、バトゥーラやナンはデフォルトでついてきます。それでは本日もいただきます。本日はバターマサラや豆のカレーをそれぞれ少しずついただき、しっかりとスパイス感を感じてうまし。サンバルはゴロゴロ野菜にまろやかタイプ、ホットサワースープはキリッと辛めでいいテイスト、バスマティライスが豆と一緒に炊かれており、いい食べ応えの中、なんと一緒にカレーを食べてみたりもでき、本日は追加で動作を注文したんですが、登場したのがこちら。まさかまさかの1メートルは優に超えているサイズで、驚きのビッグサイズ。一人で来ていてもこのサイズが届くので、なかなかの困惑具合、そして持つのにも少々大変で、これを一気に半分に割って食べ進める。マサラ動作となっており、中にはジャガイモ炒めが入っているので、パリパリ動作としっとりジャガイモがいいコンビ。味はもちろん美味しいですが、さすがに一人で食べるとなると、なかなかの大変具合。実際のところランチビュッフェですが、もはやおかわりは不要で、これ以外にもバトゥーラやナンもあるので一苦労。なんとか動作も最後の一切れまで食べきり、本日もしっかり完食。動作を注文する際には注意しましょう。セットのラッシーまでしっかり飲み干して、本日は腹パン、ごちそうさまでした。ボリュームに気をつけろ。平日ランチの方は普通にセットだったりだとかを注文できる感じになってるみたいで、土日祝日は、本日言ったようにランチビュッフェとなっているみたいです。プラス500円で動作の方をいただけるんですけども、もうその動作がね、本当に巨大で、なかなかのパンチがあるボリューム力なんで、まあちょっと頼む際には、一人で行かれた時にはちょっと気をつけた方がいいかなと思います。僕もね、行った際にはもうお腹パンパンになりましたし、まあビュッフェスタイルなんですけども、もうおかわりねいらないぐらいになっちゃうんで、まぁ、ちょっとね、何名かで行って頼むとかの方がいいのかなと思います。何だったりだとかもついてきますし、あと北インドと南インドが、同時に楽しめるっていうのも、ポイントの一つかなと思います。もう現地感ありありなので、結構ね、普通に、お客さんは日本人とそれ以外みたいな、半分以上は日本人ではない方がいろいろ来られるので、もうかなり現地感の強いお店なんですけども、そういうの好きだっていう方はね、ぜひ持ってこいのお店だと思うんで、行ってみてください。はい、というわけでカレーに取り組む生活したインスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。